はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。今回の映像は今週1週間を振り返った Vlog 形式でお話ししようかなというように思ってますね。で、まあこっちあの学生の向けのチャンネルのつもりで話そうかなと思ってるんですけど、まあ去年の10月11月あたりから僕の頭にあることを主に3つ、まあ1つ目は仕事で、2つ目は次の仕事、転職活動ですね。で、3つ目のところはオンラインの大学院の勉強っていうことです。で、今週これら3つについて主にお話ししようかなと思ってるんですけど、これから今週はですね、まあ、最初に2つ目の転職っていうところからお話ししようと思うんですけど、まあ、書類もたくさんの会社に出してるんですよ。まあ、いろんな会社、まあ、自分が、まあ、合ってないんじゃないかなっていうふうに思える会社もその転職エージェントが紹介なり推薦されたら出すようにはしてますし、まあ、自分がここだったら行きたいなっていう会社はもちろん出してますし、でもちろんですね、その書類が通る企業もあれば落ちる企業も両方ともたくさんあるんですけど、まあ外資に少しずつ通り始めたっていうのがあるんですね。で、外資と日系の違いっていうのは、まあ、こちらのチャンネルではもうどう考えても日系企業やめといた方がいいよ基本的にはっていうことをお伝えしてるんですけども、まあその中でも例外はありますよ、もちろんありますけど、まあなかなかそういう例外にあたるものっていうのは巡り合えないものだからっていう前提でお話してるんですけどね。で、面接も日系企業も受けてるけど、まあしっくり来ないなって思うことも多ければお断りされてるところもあるし、まあ次進んでるところもあるんですけど、で外資はですねこれからかなっていうところですね。で、僕は気質とかやっぱりその将来西海岸で働きたいってずっと思ってるし、それを口に出し続けることってやっぱり大事なんですよね。で、自然と僕自身にも自己暗示じゃないですけど、じゃあそのためにはっていう意識で行動とかね、やっぱり自然と変わってくるものだし、まあそういうところはあるんですけど、本当にそのドンピシャで、あ、この会社に関わることができたならば西海岸は最短距離で行けるなって思えるような企業もいくつか出てきて、で書類通ってるところもあるので、もうめちゃくちゃそこはやる気になってます。まあ、僕がやる気になってるとか全力でとかいうことってあんまりないんですけどでもこれに関しては相当やる気は出てますね。まあなので、まあ次進めてよかったな、書類出してあれ外資通ってよかったなっていうのはつくづく感じますね。まあ皆さんが知ってるような会社もたくさんありますね。書類出してるところで通ってるところにもいくつかありますね。で、特に外資っていうことになりますと、やっぱりその次に来るのは、まあ僕はデータサイエンティストのポジションをまあアプライしてるわけですから、技術職になるわけです。やっぱりそのコーディングインタビューが出てくるわけですね。要は競技プログラミング的なアルゴリズムの勉強ですね。アリ本読んでる学生の皆さん、あるいはクラッキングコーディングインタビューあたりを読んでる皆さん、まあ僕は両方一応読んでるんですけど、ただもうだいぶ前なので読んだのか頭から相当抜けてるんですよね。で、今急いで復習していて間に合うかなっていう感じもやってたりするんですけど、で当然それ仕事もあるし、で他の企業ではコーディングインタビューじゃないんだけど違う技術に関して多分筆記とかあるんだろうなって思えるところもあったりするので、まあなかなか時間が取れないんですけど、まあ復習をしてたりします。なので今週はずっとアルゴリズムのことに時間を費やしていましたね。やっぱり仕事終わったらすぐアルゴリズムの勉強してました。で、もう一つはトフルの勉強ですね。主にリスニングです。まあ僕が使ってるのは無料のリスニングアプリを見つけてきて、それがですね、まあ多分模試の類だと思うんですけど35回分ぐらいやったかな。でもそれを無料でできるってね、それはありがたいことですし、毎日1回、昨日は休んじゃったんですけど毎日1回分やるようにしています。でも1回って言ってもその何回も繰り返し読みますし聞きますし、理解できたな、記憶できたな、それなりにっていうふうに思ってが次に進むので、やっぱり1回分でも時間かけてますから1時間半2時間は軽くいきますね。まあ、僕はそういう勉強の仕方をしています。
で覚えていればだんだん蓄積されていて少しずつ楽になってくるので回数重ねていった方がいい。でそれはアルゴリズムの勉強もそうですよね。でまあちょっと前後するんですけど、アルゴリズムの勉強の場合は1台特に遠く、まあ、遠くなは厳しいな、優しい問題だったらいいけど少し難しくなってくるとメソッドをもう3つ4つ書かなきゃいけないとかなってくると、ああここでも雨当たる時あるか、ああと、もう復習しても、 もう何十回なって読み直しますね、上から下まで。まあ100行ぐらい、150行ぐらいのやつも100行、まあ100行ぐらいはあるかな、のものもあるし、模範解答見てですね。で見てただ覚えるだけで何の意味もないわけですよね。で関数の書き方とか、例えば、なんでこの関数を使ってるんだ、このライブラリをここで使ってるんだ、他にも似たようなのがあるけどとかね、まあ調べながらやるわけですよ。まあそれは言語によって仕様は違うし、まあ僕の場合 Python で見てますけど、まあそういうものの記憶とか、まあ要は慣れとか知識っていうところも含めると、もう1台で普通に3時間とか場合によっては半日とか難しい問題とかけて消化しているので、まあ本当に時間が溶けていく感じですよね。まあまあ似合うかなっていう感じで僕も取り組んでるんですけど、まあなのでそのソートとか最短経路問題とか、もちろんそういう理論的なところもあるんですけど、結局問題解かなきゃいけないっていう算段になってくると、そういうのがね大事だったりするので、あまあ悩ましいなって、まあ間に合う気はしないんですけどね、まあでもできることはやっていますという1週間でしたね。本当に時間が過ぎるのは今週は早くて、うん、皆さんに提供できるような話題も全然用意できてないんですけど、まあそんな感じですね。ちなみにどうしようかなと思ってるんですけど、平良港で、実は今お昼なんですね。でお昼に映像撮り直してるんですけど、1回だけ映像撮ったんですよ。でもあまりに雨がひどくて、っていうのも、まあ、今多分画面越しで伝わってると思うんですけど、空どんよりとしてるじゃないですか。でまあこういう感じなんですよね。もう辺り一面曇り空で、もう気象図で見てみても、この宮古島を中心に半径3400キロぐらいは低気圧で覆われていて、昨日からまあこれは 4,5 日は晴れないだろうなって、そういう状況になりますね、なりましたね。まあ、月に1回ぐらいこういうことがあるんですけどね、こういうその状況が。まあ、なので、まあ、ここで撮ってるんですけど、今週は外に出て気分転換とかなかなかしづらい、となると、まあ体もなかなか思うように動かせなくて気が重くなりがちっていう状況になっちゃうのかなというふうにちょっと心配しています。来週ですね、今週じゃなくて。今週はねすごく天気良かったんですよ。もう鼻の頭とかも見て分かると思うんですけど、顔全体がそうですけど、もうすごい日焼けして、1月ですよ。まさか僕も1月の末にですね、最高気温25度になって顔真っ赤になるほど日焼けするとは、さすがにね昼間といえども思わないわけですよ。もう実際になっちゃった。なので顔真っ赤になったんですけど、来週はそうはならないんじゃないかなというふうに思ってますね。まあというわけで、そんな1週間でした。まあ、皆さんどうお過ごしでしたでしょうか。まあもはやこのチャンネル受験生のためのチャンネルじゃなくなってますし、まあでも受験を控えている学生の皆さんは頑張ってほしいなと思いますよね。国立これからですもんね。まあ私立もか。じゃあこんなところにしておこうかな。また取りだめしてるのでまたあげたいと思います。では最後になりますが、よろしければチャンネル登録、高評価の方お願いできれば幸いです。では今回この辺でバイバイ。